当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。作業は突然始まっていますが、そう、今日は前回からオーバーホールしていた7750、中華線7750を使って時計に組んでいくという作業をしていきましょう。そう、いきなり始まってます。針の塗装をまず剥がすとこから始まります。そう、まずは針の加工から。そう、針の色を全部変えたかったので針の色を全部剥がします。シンナーに浸しておきましょう。そうするとこの夜光塗料も塗料も全て剥がれてきます。そう、剥がりづらかったらこそげ落とすような感じでカリカリ削ってしまっても構いません。そう、触ってると塗料が取れてきます。そう、もう色を見てみればわかるんですが、もう黒くなってきますね。あれは塗料が剥がれてます。そう、この状態で、もともとまあ黒い針、そして普通の針が混ざっていたので、それをまあ一色単にしてしまいたいので針に塗装を仕掛けていきます。そう、今回のカスタム題してミリタリーパネライまあまたね、カスタムしていくんですが、針は艶消しの黒を持って、そしてクロノグラフ秒針、スモールセコンド、これらを赤にします。そしてその裏にはきっちりと緑の夜光塗料を塗り直ししていくんです。夜光塗料、こいつを使っていこう。こいつをこれに塗るんだが、塗れるかっちゅう話よこれ。針に塗っていくんだが、そう、塗装が終わった針に夜光塗料をまた塗り直していきます。この夜光塗料を塗るのがまたまた厄介。針の裏側にこの、なんていうのかな、表面張力でもってピュアって塗るんだよね。そう、表面張力を利用して一気にスッと塗っていくんです。そうすると針のあの隙間というか、あそこ表側にはみ出ない程度にスッと塗れるようになるんですが、これがまたなかなかに難しい。本当に難しいです何回も失敗して、また何回も塗装を剥がして、また何回も塗って、何回も繰り返しました。そう、落としたりね。まあ何回もやってるうちに、さすが人間ですね、慣れてくるもんです。だんだんと上手になってきますから、失敗というのは星の数ほどやりました。これ本当に難しい。針が濡れたので、そう、ほら綺麗に塗ったでしょ。これね、針またまた何手間も加えてます。夜光塗料だけだと発色しないので、この裏に白い塗料を塗ったんですが、厚くなったのでその分また削ります。裏面をまた削ります。針の裏を少し削っていくんです。そうしないとちょっと厚みが出て文字盤に当たっていたので、研ぎ直して裏側ね、裏側を研いで薄さを出してあげて、そしてまた時計に組んでいくという作業をします。この針の加工、意外と大変です。では前回からオーバーホールに取り組んでいた、オーバーホールが完成した中華製7750、こいつに組んでいきましょう。きっちりね、本当にきっちり動いてるので、あとはもう針を組むだけ、本当に組むだけです。乗せていくだけ、この辺はいつも通りの作業ですね。そしてやはり針の加工しているので、
針との当たり接触がある場合があります。その辺を見極めながら針の調整、針の位置調整をしていきながらで組んでいきましょう。まあここだけ赤だよね。スモセコとクロノグラフ秒針を赤にしました。なのでパッと見ちょっとね発色がいい部分と悪い部分、そして夜光塗料の裏側に白い塗料を塗ってあるので夜光塗料も少し発色していきます。パッとね発色していい具合になりました。そしたらまあケースに組んでいきましょう。そうどうでしょうか。そうベルトはもうこのベルト決めてました、最初からこれって。もなのでこれを買っておいたんです。いい感じ、すごくいい感じです。でパネライの場合かなりケースが大きいのでスペーサーもかなり厚め、大きめのスペーサーになります。まあ見てわかる通りスペーサーの厚さもかなりあるのでね、スペーサーを組んでクランプできっちり止めてあげればいよいよ完成です。いいのがまたできたような感じがします。ではきっちりと完成を見ていきましょう。ミリタリー風のパネライデイライトいただいた、まあものをカスタムしてみました。ムーブメントは7750をオーバーホールしたもの、前回からねご紹介していた詳しくオーバーホールといった中でいった回の中でやってきたムーブメントをそのまま使っております。で針はもう全部ね塗装を剥がして夜光塗料も剥がして夜光塗料を打ち替えて緑にしたかったんです。緑にしたかったのとクロノグラフ秒針とスモールセコンドスモセコの部分だけを赤にしてミリタリー感を出そうと思ってこういった色合いにしてみました。では拡大して文字盤そして針見ていきましょう。拡大したらこれわからんて、これもダメだな、明るくて。ああいいね、ちょうどいい。クロノグラフ秒針そしてスモールセコンドは秒針を司る部分だね、その辺は全部赤にしてみました。でまあパネライ特有のその文字針の形、この黒い部分、ここ全部ね、針はね、この艶消しの黒と、そして夜光塗料だけなので、艶消しの黒というのは本当に見えません。ただ、この赤い部分、スモールセコンドの部分を見てもらうと分かるんですけど、針は全部この形、パネライのその形をしているんだけど、まあ全く見えないよね。全く見えなくなったけど、まあいいやと思って、よく見ると分かるっていうような具合で、それぐらいのね、色合いがいいかなと思ってやってみました。ベルトはシリコンバンドを採用しております。どうしてもこういったこのシリコンバンドをグレーにしてこのミリタリー感っていうのを出したかった、最初からこういうイメージはありました。1回目に出てきた金属ベルトでピンクの針、まあ、あれはあれでイメージがあったんですけど、これはまあ本当にこう確固たるイメージがあったというか、こういう風な形にしたいというような意味を込めて最初からベルトの色はもう決めてあって、それに合わせてこの針を決めていったという感じです。またいいものができました。なかなか面白いいいものができたんではないでしょうか。いいなぁ、すごくいい。やっぱパネライはこのサイズがでかいからどうしても重量があります。まあシリコンバンドとはいえかなりの重量がやっぱりあるね。でクロノグラフも動く、かっちりね稼働しております。
腕にした時普通のやっぱり存在感というかやっぱり大きさかなり存在感はやっぱりあるよね。大きさがあるもんだからどうしても、ただした時なかなかね、いやーいいな、すごくいい、またいい感じの時計に出来上がりました。いただきありがとうございます。いただいた人からね、まあいろいろやり取りはしてるんですけど、この人いろいろまたくれてね、また春にご紹介になると思うんですけど、車のパーツなんかももらったりしていろいろくれるありがたい人です。できましたよ。どうですか。まあお気に入りですわ。やっぱりカスタムするとまあやっぱコピーですからね、やっぱカスタムして行くのが俺は好きなんですけどね。まあいろんな遊び方があるからね、いかに本物に近づけるかっていう人もいれば、俺みたいにカスタムしていくして遊ぶ人もいますからね、いろんな時計でこうやってカスタムしていくのも楽しいんではないでしょうか。ものすごくお気に入りの一品になります。かなりお気に入りの一品になりますんでね、ぜひともチャレンジしてみるのもいかがなものかと思います。いいな、いい。ということでね、今日はまたいただいたの、前回まで、まあ、これを使ね、これに使ってた7750、ムーブメントは7750です。中華製7750を詳しくオーバーホールしたそのムーブメントを使ってこういった風にカスタムしてみました。カスタムミタリーパネル作ってみました。今回の台はね、これだね。まあムーブメントもきっちり動いてるし、やはりこのバランス見てすごく良くないですか。ジガジさん、ジガジさんで、ジガジさん、いいな。これシリコンバンドの色と相まって、このねグリーンのシリコンバンドをどうしてもつけたかったんです。だからこれに合わせたこの文字盤っていうのをこのベルトにこう寄せてった、ベルトにこうなんていうのかな、ベルトにこう寄せてった風にこの針とかの色はデザインした形になります。バランスも良くていいかなと、実に。そしてまたこの赤いワンポイント秒針を司る部分を全て赤にしました。クロノグラフ秒針スモールセコンド、そこを全部赤にして秒針関係は見やすく、であとはあの積算系は見にくく見にくいんだこれ、この辺失敗だわ、見にくい、この辺失敗だわ、針を全部つや消しにしたんだよね。つや消しにして、で、夜光塗料だけグリーンにして、でグリーンをパッとこう目立たせようと思ったんだけど、何せ見づらいっていうね、また見づらいんだけどね。まあパッと見こうバランスが良くていいんですけどね、このベルトの色とこの文字盤の色かなりこうバランスよくこう見えるからいいんですけど、ちょっとその針の形が死んじゃってるよね。その辺ちょっと課題ですけどね、まあいいものがまたできました。ありがとうございます。いじりいただいてありがとうございます。ということでね、まあ長々とこの7750のオーバーホールから始まり組み上げまでやっていきました。まあやはりオーバーホールから始まったということで、オーバーホールはやはりチャレンジすることが一番大事です。何分こう勉強して勉強してというよりは、もう一回もうやってしまった方が後戻りをできなくなるから、もう進むしかないっていう気持ちでやるから、意外とやっちゃうことが大事かもしれません。そしてやっぱり何を見て勉強ということは、まあ、勉強も大事なんですけど、一番大事なのはやっぱりやってみる。そして勉強というよりはもう経験です。オーバーホールはもう経験ですから、やってみた、俺がやってみた感想はね、もう完全にもう経験です。やった本数にこう比例して上手になるっていう感じですから、とりあえずやった方がいいです、そうするとこの時計の仕組みも分かってきますから、これが7750ができれば違うのもできるようになります、どん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 できるようになりますから、ちょっとチャレンジしてみるっていうのは大事かもしれません。でまあね、7750の企画長々やってましたけど、またねいろんな7750を準備しております。いただいた AP のねコピーのあれのモジュールもちょっと一回見てみたいなと思いますし、まだまだ続きますのでね、また楽しみにしておいてください。今回のご視聴ありがとうございました。かっこいいのよ、かっこいいの。